ブラティスラフ・グレシコは、スロバキアのサッカー選手。ポジションは、DEF、MF。グレシコは1995年に FK でュクラ、バンスカービストリザで、選手キャリアをスタートすると、インテル・ブラティスラバを経て1999年に、ドイツ・ブンデスリーガのバイエル・レバークーゼンへ移籍した。2000から01シーズンからは、イタリアセリエ A のインテル・ミラノへ4年契約で移籍。 インテルでは2シーズン在籍しリーグ通算41試合に出場した。2002年には同じイタリアのパルマ FC へ移籍するが、出場機会に恵まれず、イングランドプレミアリーグのブラックバウンローバーズへ移籍した。左サイドバックの適任者を探していた、当時の監督グレアムスーネスの信頼を得たが、2004年12月に全十字人体を損傷すると戦線を離脱した。怪我の後は、 出場機会は減り2006年7月の契約期間終了とともにクラブを退団した。その後、1FC、ニュルンベルクを経て2007年7月に、フルスのバイエル・レバー,クーゼンと2年契約を結んだ。2011年3月、2年ぶりにプロサッカー選手として復帰し、ピーシュポルとポドブレゾワーに加入した。2015年6月に引退を表明した。 スロバキア代表としては2002年5月14日のウズベキスタン戦で代表初得点を決めるなど2007年までに国際 A マッチ34試合に出場しに得点を記録した。ありがとうございます。